はい、今日はね、さっき郵便局に行ってきて、日本の友達が何か送ってくれたって言ったけん、それをちょっと取りに行っとった。なんだこれは。なんかね、友達曰く、手紙をね、書いたけん送るって言ったんやけど、ちょっと、おっきめのものが届きました。なんでしょうか。パッケージはソフトバンクの入れ物に入っとうね。まあ、よう届くもんやね。なんやろか、iPhone やったりしてね。なわけあるかって。あかん、バリついとん。ほい、てるってーん、新聞紙、てるってーん、新聞紙。ありえない、ありえない、てるてててて。なんつ、まさか。まさかでしょ。入れ物はこれ、中身は何。てるてててはひふへお、これって iPhone というやつではないでしょうか。マジンガー？え？どういうこと、どういうこと？マジで？ iPhone 送ってくれた？パネ、手紙、元気？もうアンポンタンなんやけ。iPhone トイレに落としたんやろ？バカー、もうバカーってことで、箱は iPhone3G やけど本体は iPhone4 やけん、使って。今の iPhone でバックアップ取って復元させれば使えるはずやけん。使わんかったらそれはそれでやけん、気にせんで気持ちだけ受け取ってね。オーストラリアにおろうがいつでも、てっちゃんの味方で応援しよるけんな。ガンバ、フライハイ。ってどんだけー、ようやく送れるんやけど、ナンバー12を書いて、だいぶ経つし、絵はがきなんて嘘に決まってるだろう。早くこれを送りたかったんだ、これが。ってなわけでね。字がかなり汚いけど、この紙は捨ててね。あと、ね。アースノーマット200円自分は郵送ダメらしい。そう。ありがとう。マジか。バレるシーンやけど。まさきありがとう。きっと、マジありがとうね。おう。おい。おう、ただいま。帰り。iPhone じゃん。ウェイ。友達送ってくれたの？そう。優しい。半端ねえっしょ。てなわけで、みんなにもよろしくね。ありがとう。バイバーイ。